わ、その声、もしかして網走くん？ああ、そうだよ。ずっと電話してたのに。え、何がおかしいの？いや、悪い悪い。そうだよな、誰も来ないから焦って何回も電話してきたんだよな。え、でも残念だが誰も来ないぜ。500名の社員旅行はキャンセルで、うぐもりグループとか言ったか、お前の会社は倒産確定だな。ザマーミロレオンってはっはは。いや、そのあっかもん、レオン、お前なんてことをしたんだ。だからあれほど確認しろって言っただろうに。お前の発注ミスで500億円の大損害だぞ。俺やってないよ。本当にやってないんだって。俺はお前の字だろうが。こんな癖のある字を書くのはお前くらいしかいない。本当だ、俺の字に似てる。とっくりだ。そっくりだ。とっくりは日本酒入れるやつだろ。タコ山部長、これはレオンが書いた書類です。字の癖が一緒ですよ。ほらこの4の書き方とか、4の頂点がかなり離れてるでしょ。こんな書き方するのレオンぐらいしかいません。あ、本当だ、とっくり。そっくりだ。たこ焼きマントマン、でも本当に俺やった覚えが。タコ山だ。レオン、会社を去ることを覚悟しろ。ほぼ 100% そういうことになるだろうな。え、やだよ。俺、この会社が好きなんだ。弘前物産が。わがまま言うんじゃねえ！ 500 億円の損害を出したんだぞ！やめるしかないんだよ！お前に他の選択肢はないんだ！それしか責任は取れないだろ！まあ安心しろ。お前が抜けた穴ぐらい、同期の俺、この網走が埋めてやるからよ！でも、そうだよね。この字は俺だもん。無意識でやっちゃったんだよね。本当にごめんなさい。網走くん、俺が辞めることになったら、この会社のことよろしくね。お前に頼まれなくてもやるっての。ほーら、さっさと荷物をまとめろよ。手伝ってやるからよ。俺はレオン、高校卒業して弘前物産って会社に入って頑張っていた。この会社もこの会社の人たちも大好きだったけど、俺はクビになっちゃった。でもしょうがないよね、俺が悪いんだし。本当に申し訳ない。いつかちゃんと500億円を返さないと。ということで、レオンはうちの会社を去ることになった。みんなで力を合わせて500億円の損害をどうにかするぞ。以上。ふーん、ねえ、はっはっはい、作戦大成功。レオンを蹴り落とせたぜ。いやー、ずっと嫌いだったんだよ。何も才能がないくせに採用されやがって。なんて高学歴の俺があんなアホと一緒に働かなきゃいけないんだっつの。でも思ったよりレオンの筆跡を真似するのに苦労したぜ。でもまあさすが高学歴の俺、完璧に高山部長を騙せたぜ。数年後、網走くん。なんですか、タコ山部長、もしかして昇進とか？違う、また取引先からクレームが入ってるぞ。もっと人に対して丁寧に接するようにと言っているだろうが。何言ってんすか、うちも一部上場企業になったんすから、強気で言っていいんすよ、強気で。たく、レオンの爪の赤を煎じて飲ませてやりたいくらいだ。なあ、なんでここで500億円の大損害を与えてクビになったレオンの話が出てくるんすか。あいつはただのアホじゃないですか。レオンは確かにアホだ。ただな、網走くんのように人を適当に扱ったりしない。だから。ああ、はいはい、説教とかいいっすから。あ、ちょっと待て、網走くん。なにか、レオンを見習えた。クソ、なんで俺があんなアホのことを見習わなきゃいけねえんだよ。あれ、雑誌に載ってんの、レオン、レオンじゃんか。
おい、その雑誌見せろ。ちょっと返してくださいよ。おい、どういうことだ。なんでレオンが乗ってんだ。レオンさんはうぐもりグループって会社の経営者で、うぐもり旅館って旅館の経営で大成功してるんですよ。それで雑誌にインタビューが載ったんです。僕レオンさんに憧れてうぐもりグループに入社したいと思ってるんですよね。そのために就活頑張ってるんです。っていない返して、僕の雑誌。なんでこんなアホが成功してやがるんだ。おかしい、おかしいだろ。何かずるい手を使ったに決まってる。あいつは高卒だぞ。大卒の俺ならまだしも。くそー、いまいましい集め。どうせずるい手を使ったに決まってるんだ。そうだ、いいこと思いついた。あいつの旅館を潰してやる。あいつがいるのにふさわしい場所まで引きずり下ろしてやるぜ。くっ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 。マシマシ。おーい、ふぐもり旅館だよ。お風呂にする？それともご飯？そのアホさ、レオンだろ。なんでわかったの？すごい、超濃厚緑茶。それを言うなら超能力者だろ。そして俺は超能力者でもなんでもない。俺はアバシリだよ、アバシリ。数年前同僚だったろ。あー、アバシリくんか、久しぶり。どうして電話かけてきてくれたの？雑誌を見てお前が旅館をやってることを知ってな、社員旅行で使ってやることにしたんだよ。社員全員で行くから来月の第一土曜日500人の予約取っておけ。予約してくれるの？なあ、あんなミスをしたが共に戦った仲間だからな。あ、でも。ということで予約しておけよ。わあ、ちょっと待って、アバシリくん。ふう、これで下準備はオッケー。来月の第一土曜日が楽しみだぜ。そして当日。ついにこの日が来た。うぐもりグループかなんだか知らないが、またレオンを無職にしてやるよ。アホのくせに調子に乗って会社経営なんてするからこうなるんだ。さっとっと、お前は終わりだって伝えてやるか。さて、レオンに電話っと。もしもし。あ、その声もしかしてアバシリくん？ああ、そうだよ。ずっと電話してたのに。え、何がおかしいの？いや、悪い。そうだよな、誰も来ないから焦って何回も電話してきたんだよな。でも残念だが誰も来ないぜ。500名の社員旅行はキャンセルで、うぐもりグループとか言ったか、お前の会社は倒産確定だな。あ、いや、そのアバシリ君、君を除いた499人今宿泊中なんだけど。だ、何言ってんだ。会社のみんなうちに泊まってくれてるんだ。そんなわけないだろ。それは俺がついた嘘なんだから。俺みんなにいろいろ迷惑かけちゃったから今日無料で招待したんだよ。特別に声かけてさ、アバシリ君にも声かけようとしたんだけど全然電話つながらなくて。でも今日来てくれるって言ってたし、来てくれた時に無料にすればいいって思ってたんだよね。なんだよそれ。どうして500億円の損害を出した人間の宿になんて。嘘だ、泊まるわけないだろ。こんな失敗をした人間の宿に行くはずがない。でもみんないるよ。ビデオ通話にするね。ははたこ焼きマントマン泣きすぎだよ。これが泣かずにいられるか。あのレオンが立派に経営者をやって俺たちのことを招待してくれたんだぞ。あのレオンがだぞ。あの時は悪かったな。みんな頑張ったんだが、株主に損害を出した社員は必ずクビにしろと言われてクビにするしかなかったんだ。謝らないでよ。悪いのは俺だから。たこ焼きマントマンたちは悪くないって。
500億円の損害を俺に払わせないように頑張ってくれたことも知ってるし。はい、これなんだこの金。やっと返せる。500億円だよ。本当にありがとう、みんな。みんなのおかげで今こうやって俺経営者できてるから。うわー、立派になりやがって、あのアホなレオンが。だから泣きすぎだって。ありえない、まさか500億円返せるほどの企業になってるとは。なんだ、なんてんだよ、こいつはただのアホだろ。それでさ、アバシリ君は来てくれないの？行くわけないだろ。そっか、残念。でもいつでも来ていいからね。誰が行くか。月曜日。おい、アバシリ君、聞いたぞ。レオンの旅館に社員旅行の予約をしたそうじゃないか。なあ、そりゃレオンのやつちくりやがったのか。風邪をひいていけなかったのは残念だが、いや、アバシリ君のこと誤解してたよ。いいところもあるんじゃないか。だ、そういうところをどんどん出していこう、アバシリ君。そうすればまたクレームが入るようなことないさ。あいつ無断キャンセルのことは言わなかったのか。どういうつもりだ。そんなことする必要もないって、上から目線なのか。そうだ、毎年レオンの旅館に社員旅行で行くのはどうだ。うん、そうしよう。あの旅館はかなり良かったぞ。ぜひ来年はアバシリ君も行こう。そうだ、アバシリ君、うぐもりグループは流通の会社も持ってるらしく、ぜひうちと契約をしたいと言ってきてくれてるんだ。そしてその担当にアバシリ君を指名してきたんだよ。私をですか。ああ、君は同期だしな。きっとこの前会えなかったから、それで君を指名してきたんだと思うぞ。明日の午後、うちにレオンと弟で副社長の守君が来てくれる予定だから、出席してくれ。わかりました。レオンのやつどういうつもりだ。うちの会社に来て例のことをバラすつもり、そして契約はやっぱりなしと言って俺の会社の立場を悪くするつもりだ。そうに決まってる。あいつアホのくせに悪事を働かせやがって。どうした。なんでもないです。レオン、久しぶりだな。やっほー、アバシリ君。うぐもり守です。兄がいつもお世話になってます。帰れ。どうしてですか。お前らが企んでることは分かってんだよ。例のことを持ち出してやっぱり契約しないって言うつもりなんだろ。そうなんだろ。そんなことするつもりはありませんよ。なんじゃと。兄ちゃんに先日のことは聞きました。そんなことする人がいる会社と契約しない方がいい。俺はそう思って兄ちゃんに辞めようって言ったんです。でも兄ちゃんが、アバシリ君は俺のこと嫌ってるし嫌な人かもだけど、嫌な人がいい人になって友達になった方が嬉しいでしょって。綺麗こと。俺ね、師匠に教えてもらったんだ。いや、師匠。イエーイイエーイ、ベロベロベーだ。ちょっと何してるの。ダメだよ、泣いてるでしょ。いや、まあ、うちのハルちゃんを泣かすなんて、なんてことしてくれてるの。ごめん、泣かせるつもりは。謝って済むことじゃないの。もう二度とうちの子に近づかないで。女の子のママ、あのね、男の子は女の子のこと泣かせちゃったけど、嫌な人がいい人になって友達になった方が嬉しいでしょ。男の子もごめんなさいしてるし、許してあげよ。何言ってるの。またこういうことしたらリンが怒ってあげるからね。ダメよ、このことはもう二度と。私はいい人になってくれて友達になれる方が嬉しいな。ハル、うん、ハルがそう言うなら
許してあげるわよ。でも次はないからね。ああごめんね、ハルちゃん。もうしないよ。うん。デメタシ、デメタシだね。こうやってデメタシになったんだよ。俺もそっちの方がいいなって思って。めでたしだし、5歳の言うことを真に受けてんじゃねえよ。5歳児からも学ぶ。兄ちゃんのこういうところ見習わないとな。弟の方はアホなのか？くぅ、どうしてこんなアホ兄弟が成功してるんだ。おかしい、おかしいだろ。それでさ、アバシリ君、契約はするわけねえだろって言いたいところだが、悔しいことに高山部長も社長も全員この契約に乗り気だ。契約するしかない。契約書にサインするから貸せ。ただし勘違いすんな、俺はレオンと仲良くなんてする気はないからな。そっか、残念だな。これでいいだろ。サインしたぞ、さっさと帰れ。めんどくせえ。行こっか。あれ、守る、どうしたの？帰れって言ってんだろ。この網走さんの字、兄ちゃんの字にめちゃくちゃ似てる。ああ、本当だ。たまたまだろ、そんなの。こんな偶然あるんだね。あっちょんぶり家だよ。偶然にしては過ぎてないですか？ほら、世の中には3人似てる顔のやついるって言うし、字だって似てる人がいてもおかしくない。あれから自分の字に戻そうとしたけど全然戻らないんだよな。でもそんなんであのことがバレるはずない。いや、似てるどころか全く一緒ですから。これだけ似た字は見たことありません。そういえば兄ちゃんが前の会社をクビになった理由って発注ミスでしたよね。でも兄ちゃんにそんな発注をした覚えはなかった。もしかして本当は網走さんが発注ミスをしたとか。そんなわけないだろ。変なこと言うな。くんくん、嘘つきの匂いがする。嘘つきの匂い？何言ってるんだよ。兄ちゃん、経営をしていく中で人の悪意のある嘘を見抜けるようになったんですよね。これが結構当たるんです。そんなオカルト俺がやったわけないだろ。たまたま字が似てるだけだ。怪しい。なんだと？部長さんに当時の書類を見せてもらいます。おい待て。これがその時の発注書だが。なるほど。こんなの見ても何もわからないだろうが。いや、わかります。なんだと？兄ちゃん、この発注書と同じように4000万って書いてみて。おお、これでいい？ありがとう。やっぱりこの当時と同じ書き方をしてるじゃないか。いや、よく見るとこの発注書と兄ちゃんの字には違いがあります。網走さんの書いたゼロは上に繋がってる。兄ちゃんの書いたゼロは繋がってません。はあ？そして契約の際に網走さんが書いたゼロも上が繋がってるんです。本当だ。レオンが以前書いた書類は全部ゼロの上が繋がってない。あの当時は全然そんなことに気づかなかった。たまたまだろ。全部の書類でゼロの上が繋がってないのに、たまたまこの時だけゼロの上が繋がったりしますかね。いや、それは知らない。そういう気分だったんだろ。あ、血がついてる。血？はい、分かりづらいかもですが薄く血がついてるんです。これを調べたら犯人がわかるかも。返せ。何を焦ってるんだ、網走君。血なんてつけてしまっていたなんて調べられたらまずい。まさか本当に網走君が犯人なんじゃ。違いますから。そんな会社にデメリットになるようなことはしません。本当です、信じてください。この通りです。ならその書類返してもらえますか。それは違うなら返せますよね。
それは今認めるなら許すことも考えてもいいですよ。でもこれを調べた後だったら絶対に許しません。兄ちゃんが払った500億円あなたに請求しますから。どうします？500億円なんて払えない。もうほとんど積んでる。これはもう認めるしかない。認めたら500億円は払わなくていいんだしな。悪かったよ。そうだよ、その通りだよ。俺が発注書を書いたんだ。レオンの筆跡を真似して、高卒のくせにこの会社に入ってることがムカついたんだ。大学で努力した俺の4年間は何だったんだって。アバチリ君、本当に君が？あれ、マモル大丈夫？痛そう、血が出てる。ああ、これぐらい大丈夫だよ。で、もしかしてこの血って？バレちゃいました。俺の血です。ちなみに、このゼロがつながってるのも俺がこっそりつなげたんです。もともとは離れてましたよ。お前、俺のことはめたのか！まあ、そうなりますね。お前！ちなみに、500億円もちゃんと請求しますから。自白すれば払わなくていいって。考えるって言ったんですよ。払わなくてもいいって言ってません。ごめんなさい。俺、兄ちゃんみたいに甘くないんですよね。あの時、兄ちゃんはすごく苦しんでた。大好きな兄ちゃんにあんな思いをさせたやつ、地獄に落ちればいいんだ。うわぁ、ブラックマモルになってる。やだな兄ちゃん、俺はいつものマモルだよ。その後、アバシリ君は会社をクビに。マモルが裁判を起こしてくれて500億円と慰謝料払うことになった。そんなの払えないとアバシリ君は言ってたけど、マモルはどんな手を使っても払わせるとまた悪い顔して言ってたの。マモルやたこ焼きマントマン、会社のみんな、俺のことを大切に思ってもらえてたのは本当に嬉しかった。その人たち以上にこれからその人たちを大切にしていこう。そしてその人たちのようにこれから関わる人みんなを幸せにしていこうっと。ちょっとため息はつかない方がいいよ。シナプスが逃げるから。ごめん、だって幸せじゃない？だいたい一緒でしょ。というか君は？俺はレオン。あのね、仕事がないからトイレ掃除でもしててって言われてきたんだ。ああ、新人さんか。多分そんな感じ。君の名は？俺はジョータだよ。インディ・ジョーンズだね。あ、いや、ジョータ。インディ・ジョーンズはさ、なんでため息ついてたの？全然話を聞いてない。あ、ため息をついてた理由か。人に話すようなことじゃないよ。聞きたいわ。聞かないと仕事が目につかないもん。手につかないだよ。ああ、そうとも言えね。そうとしか言わないんだけど、とりあえず仕事をしよう。じゃあ、仕事終わったら教えてくれる？あ、考えておくよ。こうでも言わないとやってくれなさそうだからな。じゃあやる。よし、頑張るぞ。ちょっと、そんな風に乱暴にバケツを持ったら。ああ冷た。あご、ごめん、インディ・ジョーンズ。言わんこっちゃない。ああ、びしょ濡れじゃないか。ごめん、やっぱり気になって、手がつかなくて。あれ、どうしたんだ？タトゥーン？タトゥーだろうに、アイドルのグループじゃないんだ。インディ・ジョーンズ、背中に入れてるんだ。水のせいで透けて見えてしまったのか。あ、違うよ、これはタトゥーじゃない。じゃあ、もしかして吉住？入れ墨って言いたかったんだろ。吉住は石原、どっちでもないよ。へえ、
じゃあそれ何なの？もう言うよ、言ったらちゃんと仕事してくれよ。このままじゃいつまで経っても仕事が終わらない。ああ、分かった。別に聞いて面白い話でもないんだけどな。俺はインディ・ジョーンズではなくジョータ。決して某映画に出てくる考古学者ではない。そして入れ墨を入れるような思い切ったことをできる人間でもない。これは今朝息子に油性ペンで書かれたんだ。あ、おはよう。は？何？あんたなんでまだいるのよ。あ、今日は遅番なんだよ。ち、一番顔を合わせたくない人と顔を合わせちゃったわ。朝からこんな負け犬を見るなんて最悪ね。そんな言い方。何よ、事実でしょ。社長だったから結婚したのに、会社を倒産させて清掃員なんかになりやがって。詐欺よ詐欺、こんなの詐欺でしかない。すまない。謝って済むことじゃないわよ。私の人生を返して。妻の涼子は俺と結婚したかったわけではなく、社長夫人になりたかったようだ。だから社長で亡くなった俺のことを毎日のようにこうやってなじるんだよな。でもなじられてもしょうがない。俺がダメなんだから。というかさっさと言って、ショーにあんたの姿なんか見せたくないから。ショーには負け犬の背中なんて見せたくないのよ。悪影響でしょ。そうだな、すぐに行くよ。行ってくる。はあ、ああ、お母さんおはよう。ショー見ちゃダメ、目が腐るわよ。お父さん。おはよう、ショー。ちょっとショーに話しかけないでよ。あ、悪い。ショウ、こっちの部屋に行きましょう。あ、ちょっと待って、お母さん。ん？何をするつもり、ショウ？あのね、よいしょ。ちょっと、バッチーわよ！そんなのの背中に触ったら。よいしょ。よいしょ。背中に落書き。汚いから出ていけ。ショウ、何をしてるんだ？最高、最高じゃないしょ。朝っぱらから笑わせてくれてありがとう。そうよね、こんなバッチリ人間さっさと出て行ってほしいわよね。うん。そうか、俺はショーにもこんな嫌われてるのか。昔はお父さんみたいになりたいと言ってくれてたのにな。ショーは頭がいいし、俺がどれだけダメな人間かってことがよくわかってるんだろう。ほら、早く出て行ってよ、お父さん。わかった。もう帰ってこなくていいわよ。ってことがあったんだよ。ほら、聞いて楽しい話じゃないだろ。じー。なんだい？話聞いてたのか？聞いてたよ。でもさ、背中の絵が気になっちゃって。これすっごいね。何の絵なんだろう。そういえば、ショーが何を描いたかは知らないんだよな。悪口を書かれていると思ってたのに、絵だったのか。ああ、兄ちゃん、やっと見つけた。え？ああ、ヤッホー、マモル。ヤッホーじゃないよ、ずっと探してたんだから。何してたのさ。何って、トイレ掃除だよ。暇だったから、みんなにやることないって聞いてたんだけど。ねえ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 、さっきからしつこいですよ、レオンさん。何ですか？あのさ、俺暇になっちゃったんだけど、仕事ちょうだい。レオンさんがやるような仕事はここにはないですから。気が散るからあっち行っててください。散る？いや、散る！決して捕まえることのできない、花火のような光だとしても、もう一回、もう一回。それがミスチルなんです。まあね。もう、そんなに暇ならトイレ掃除でもしてきてください。さっき見たら汚れてたんで。めんどくせえ。やろっか。あ、本当に言った。まあいいや、放っておこう。ってことがあって、インディ・ジョーンズを手伝ってたんだ。兄ちゃん暇じゃないんだよ、やることはいくらでもあるんだから。へえ、
でもご飯食べに行ったりするだけでしょ。それも大事な仕事なの。というかごめんなさい、兄ちゃんが迷惑をかけて。インディ、俺はジョータだ。兄ちゃんまた変なあだ名を。というかなんで濡れてるんですか。まさか兄ちゃんが。ああ兄ちゃんなんてことしてるのさ。あーいやでもわざとじゃないんだ。本当にすみません。というか新人でもなくこの会社の人だったのかって。あれこの絵。あー守、それはね。そんなことが。でもこの絵何の絵なんだろうね。この形噂帳じゃない。噂帳。わあ、本当だ。噂帳だよ。え？地図になってるのかも。ちょっと写真を撮ってもらってもいい？はい、これです。本当だ。噂帳の地図。でも、ショーはどうしてこんなもの？わあ、わかった。これ、宝の地図だよ。ここにバッテンが書いてあるでしょ。ここに宝が埋まってるんだよ、きっと。いや兄ちゃんそんなわけって可能性はあるか。ジョータさんのお子さんが書いたんだし。でもどうして宝の地図なんかを背中に。それはインディ・ジョーンズを楽しませるためじゃない。そうだとは思えないけど、とりあえずこの地図の場所に行ってみましょう。きっと行けばわかると思います。そうだね。そして俺たちは3人でその地図の場所、学校の裏山に行くことに。ここら辺じゃないですかね。でも目印の岩がないね。ですね。ハートの形、そんな岩は見当たらない。ああ。どうしたの兄ちゃん、大丈夫？ああ、つまずいちゃって。あ、これじゃないですか？ハートの形の岩。本当だ、レオンくんナイスだよ。あーやった、褒められちゃった。俺転んで褒められるの初めて。だろうね。掘ってみようか。よいしょよいしょ。ん、何か出てきた。これはお菓子の缶。ここに一体何が入ってるんだろう。よし。ん、これはなんだ。ボイスレコーダーじゃないですかね。ボイスレコーダー、なんでこんなものが。聞いてみましょうか。ああ、ボイスレコーダーを再生してみると、そこには信じられない内容が録音されていた。ちょっとショー、早くマッサージして。うん、わかったよお母さん。もっと力を入れなさい。あ、ごめんお母さん。この下手くそ、ちっとも気持ちよくないじゃない。あー、むしゃくしゃする。ちょっとそこに立ちなさい。お母さん、ちゃんとやるからお願い、許して。ダメよ、許さない。私はね、あの旦那のせいでストレスが溜まってるんだから。そのストレスは同じ DNA を受け継ぐあなたが受けなさい。さあ、今日もたっぷりお仕置きしてあげるから覚悟しなさいよ。何してるんだ。は？なんであんたがいるの？まだ仕事中のはずじゃ。そんなことよりショーに何をしようとしたか言え。何もしようとしてないわよね、ショー。お母さんは僕に何もしようとしてないよ。お父さん何言ってるの？ほらショー、こう言ってるじゃない。言わせてるだけだろ。もう全部わかってるんだ。このボイスレコーダーにお前がショーにしてたことの証拠が入ってるんだよ。ボイスレコーダー？再生してやる。そのボイスレコーダーには涼子がショーに手を挙げ、ショーが泣き叫んでる声が入っていたんだ。ボイスレコーダーで聞いた様子だと、涼子は日常的にそういうことをしていたようだ。つまり俺の背中にショーが地図を書いたのは俺への SOS だったんだ。何よこれ、ショウ、あんたの仕業よね。誰にも言うなって言ったのに何してるの？え、言ってはいないよ。そんなのへりくつでしょ。
翔を責めるんじゃない。悪いのはお前だろ。どうしてこんなことをしたんだ。どうして、あんたのせいに決まってるでしょ。あんたが社長じゃなくなったせいで私は社長夫人じゃなくなった。そのせいで贅沢が全くできなくなって毎日ストレスが溜まるようになったの。だからあんたの顔によく似てるショーをサンドバッグにしてそのストレスを発散してたのよ。お前、とりあえずこんなことしたんだからショー、あんたにはお仕置きをしなきゃね。やめろ。あんたは黙ってなさい。もし一歩でも動いたらショーをもっとひどい目に遭わせるわよ。このナイフで傷つけるといいかも。あんたがその場にいるって言うなら殴るだけで済ませるわ。自分に似たショーがナイフで切り刻まれるところなんて見たくないでしょ。だったらその場でショーが痛めつけられるのを見てなさい。ショー逃げるんだ。逃がすわけないでしょ。大丈夫お父さん、罰が当たったんだよ。お母さんに嫌われないため、もっとひどいことをされないため、お母さんの機嫌を損ねないためにお父さんに悪口を言ったりしてたから。それはショーが悪いんじゃない。そう言ってくれてありがとう。こんな僕を助けようとしてくれてありがとうねお父さん。でも僕本当に大丈夫だから。行くわよ。歯を食いしばりなさい。ショー、おりゃー。は、何おいしょー。守る、引っ張るのを手伝って。うん、よいしょー。いやー、痛い。レオン君、守る君、外で待ってるって言ってたのに。なんだか不安になって侵入して天井から様子を見てたんです。そんなことより今のうちに翔君を。そうだ翔。あ、お父さん。よいしょー。痛い。引っ張らないで、引っ張らないで。その後俺は警察に通報し、しばらくするとおまわりさんたちが駆けつけてくれた。何ですかあれ。すっぽんをつけた変態がいますよ。いかにも犯罪を起こしそうな容姿をしてるわね。違う、つけたくてこんなのつけてるわけじゃないわ。こいつらにつけられたのよ。あー、つけたっけ、守る。いや、記憶にないね。つけたでしょうが。そんなことより、この妖怪が翔くんにひどいことをしてたってのは本当？はい、このボイスレコーダーがその証拠です。ひどい、こんな泣き叫んでるのに。信じられないわ。別にいいでしょ、うちの子に何しようが。ただのしつけよ、しつけ。ナイフまで出してしつけとは言えないと思いますけど。ナイフなんて出してないから。ちゃんと証拠の写真を撮ってますから。許せないわね。私は子供に手を出すような人間が一番嫌いなの。悟、接着剤を。接着剤？さっき持たせたでしょ。 XNR6852E3 を。これって接着剤なんですか？ええ、 XNR6852E3 は現在世界最強の接着剤よ。そんなものを何に使うつもり？こうするのよ。何するの？やめなさい、そんなものつけないで。うわこれでこの人は一生ラバーカップと過ごすことになるわ。うわあ、別に引いてなんかないんだからね。黒金署の浅見姉さんにもらっておいてよかったわ。よし、じゃあこの人を警察署に連れて行くわよ。いやー、そこを引っ張らないで。痛い。そうやって連行すると思いましたよ。便利よね。これから犯人は全部こうやって警察署に連れて行くよ。所長の総一郎さんに提案しようかしら。絶対に却下されますって。というかこんな風に連れてきたのバレたら総一郎さんにめちゃくちゃ怒られますよ。そう、じゃあ残念だけど諦めるしかないわね。とりあえず行きましょう、サトル。痛い
ない引っ張らないで。うわぁ。守、俺も後でファウルカップつけて引っ張られてみたい。ちょっと楽しそう。兄ちゃん、正気？ファウルカップじゃなくてラバーカップだしね。こうして、リョウコは逮捕されることになり、俺はリョウコと離婚をした。リョウコのラバーカップはこのまま一生取れないそうだ。そのせいでどこにも雇ってもらえず、生活費と養育費のために借金をすることに。おい、今月の分の金が振り込まれてねえぞ。どうなってんだこら。すみません、払うつもりはあるんですが、どこにも雇ってもらえなくて。まあそうだろうな、それは俺たちも予想してた。じゃあ待ってくれるんですね。待つとは一言も言ってねえだろ。でもお金はない。他の消費者金融がてめえに貸さない中、俺たちがてめえに金を貸したのは必ず借金を回収できると思ったからだ。てめえには YouTube に出てもらう。YouTube？ ああ、ラバーカップが一生取れない人間とか超面白えだろ。一生 YouTube で滑稽な姿を晒して借金を返していけ。いやよそんなの。てめえに選択肢はねえんだよ。まあ東京湾に沈むって言うんでもいいけどな。こうして涼子は闇金を経営してるヤクザに無理やり YouTube をやらされ、コツコツと借金を返済しようとしてるそう。ただ借金は10日で1割の利子だから延々と働くことになるだろう。ごめんな師匠、気づいてやらなくて。ううん、お父さんは悪くないよ。翔があんな伝え方をした理由は、涼子が翔を俺に接触させようとせず伝える時間がなかったからだそうだ。だから学校の帰りにこっそり裏山にボイスレコーダーを埋めていたんだとか。ボイスレコーダーを使ったり地図を書いたり。本当に翔は賢い子だよな。もうこんな思い二度とさせないから。うん。って、あ、そういえば仕事。仕事なら大丈夫ですよ。いや大丈夫じゃない。大丈夫ですって。ここにジョータさんの清掃会社と契約してる人間がいますから。え？兄ちゃん実はあの会社の社長なんです。え、嘘？本当だよ。ちなみに俺は副社長だから、俺たちからジョータさんの会社に伝えれば大丈夫です。まさか二人があの会社の経営者だったなんて。そうか、でも食べるの仕事って言ってた。あれは会食のこと。そういうことです。ねえインディ・ジョーンズ、うちの会社に来ない？え？あ、それいいね兄ちゃん。うちの会社なら翔くんを育てながらも働けると思います。フレックスタイム制ですし残業もありませんから、育児のために勤務時間を短くすることも可能です。どうかな。は、働きたい。でもいいのかい？俺は特に何かできるわけじゃ。いつも掃除してる姿を見てるけど、とっても丁寧で使う人のことを考えてくれてるって感じてたんだ。みんな気持ちよく働けるって感謝してるし、そんな君といつか一緒に働きたいと思ってたんだよ。ねえ、何もできないわけじゃないよ。兄ちゃんの言う通りです。すごいねお父さん、そんな風に褒めてもらえるなんて。やっぱりお父さんはすごいや。レオン君、お願いしてもいいかい？もちろんだよ。これからよろしくねインディ・ジョーンズ。よろしくお願いします。ところで兄ちゃん、どうしてあの時トイレのすっぽん持ってたの？トイレ掃除の途中で会社出てきちゃったでしょ。それで置いてくるの忘れてたんだ。嘘、ずっと持って歩いてたんだ、気づかなかった。こうして俺はうぐもりグループに入社することになった。情けない父親だけど、せめて妻と息子が不自由のなく暮らせるように頑張ろう、そう思って頑張ってきたつもりだったけど、翔にあんな思いをさせてしまってたこと、本当に大反省だ。これからは翔が頼ることができる父親になるために頑張らないとな。なんか気配がしたような、気のせいか。
あ、いや、また気配がした。ああ、やっぱり気のせいか。疲れてるのかもしれないな。ああ、いや、やっぱり何かの気配が。ああ、ああ、あ、そう、ちょっと急に大声出さないでよ。びっくりして耳が飛び出しそうになっちゃったじゃん。心臓が飛び出るだ、いろいろ混ざってるんじゃよ。それに心臓が飛び出そうになるってのはこっちのセリフ。というか何なんだお主は。さっきからわしについてきてたのは貴様じゃな。そうだよ。でも俺はお主でも貴様でもなくてレオンだよ。レオン、君の名は。なぜレオン、貴様に名前を教えないと。貴様に教えないとっていい名前だね。ナイトはさ。違う、今言ったのは名前じゃない。でさ、ナイトはさ、何してたの。ナイトじゃないと言っておるのに。ああ、わしは散歩してたんじゃ。レオンこそわしの後ろで何してたんじゃ。ね、ナイトにお願い事があってきたの。わしにお願い事。ああ、あのね。お願い事など聞かん。どうしてさ。わしはもう死ぬからだ。死ぬ。ああ、わしは余命3ヶ月。貴様の願いを叶えるようなことはできん。ただ死を待つだけの人間なんだ。他を当たってくれ。そもそもレオン、お前、赤の他人のわしにお願い事など。やだ。は？俺はナイトに頼みたいんだもん。絶対にナイトじゃないとダメなんだ。意味がわからん。わしはもう帰る。わあ、ちょっと待ってよナイト。ああ、俺見失っちゃった。兄ちゃん、あの人は見つけられた？わあ、見つけたよ。え、どこにいるの？会えたんだけど見失っちゃった。そっか。でもこの近くにいるってことはまたきっと会えるよ。そうだね。でもね、マモル、ナイトは余命3ヶ月なんだって。え？わしはナイト、あ、ではなくシゲゾ、小さな会社の社長をしているものだ。そんなわしは先日体調崩して病院に行くと胃がんと診断され、もって3ヶ月と言われてしまった。今まで結婚もせず趣味もなく、ひたすら仕事に励み、経営者になるという小さな夢は叶えたが、経営者になったところで元請けの会社に頭を下げ続ける毎日。夢を叶え仕事人間としてだけ生きてきたこの人生、意味があったとは思えないな。何も残せなかったし、そんな風に思って絶望する毎日だ。早くお迎えに来てほしい。こんな無意味な人生にとっとと幕を下ろしたい。ああ、余命3ヶ月だというのに仕事以外やることがなくて出社する毎日。わしは本当に虚しい人間だな。失礼しますと。木下さん、この方は詐欺宮工業の木下さん、うちの会社の元請けだ。一番の取引をしていただいていた会社ではあるが、なかなか癖のある会社だったんだよな。この会社のおかげでわしは胃薬が手放せなくなったし、まあこの人やこの会社と関わるのもあと少しか。意外と顔色いいじゃないですか。もしかして私の寿命の話を誰かから聞いたんですか？はい、たまたまお宅の会社の社員たちが話してたのを聞いてね。そうですか。私のせいで木下さんの会社にもご迷惑をおかけするかもしれません。申し訳ありません。ああ、全然大丈夫ですよ。うちの会社に迷惑なんてかからないし。だって今日あんたのところとは契約を解除するつもりですから。あ、はい、契約解除。どうしてですか？どうして？いやさ、下請けの会社なんていくらでもあるから、わざわざあんたのところと契約しなくてもいいかって思ったんですよね。
まあ気分です、気分。そんな、待ってください。お願いだからそれだけは。残していく社員たちが苦しむことになります。何でもやります、何でもやりますから。だからお願いです、契約解除だけは。その言葉を聞けるのを待ってましたよ。え、本当に何でもやってくれるなら契約解除は取り消します。あ、ありがとうございます。本当にありがとうございます。それで具体的にはどんなことをすればよろしいでしょうか。この3ヶ月でやってほしいことのリストをまとめてきたからご確認ください。裸で町内一周、社員の前で漏らす、ダンボールハウスで暮らす。これは何ですか。だからあんたにやってほしいことのリストですよ。これを全部達成したら契約解除は取り消します。ああ、ちなみにちゃんと俺の前でやってくださいね。撮影してうちの会社に流すつもりなんで。なんでこんなことを。こんなことして何が楽しいんですか。いや、これうちの社長アイデアなんですよ。最後に下請けの社長のあんたが元請けにどれだけ忠誠心を持ってたか確かめようって。余命3ヶ月なのにこんなことするならちゃんと忠誠心を持ってたってわかるからってね。というのは建前で、死にかけのジジイが裸で町内一周とかめちゃくちゃウケるじゃないですか。だからだと思いますよ。社員一同あんたの動画を見るのを楽しみにしてますし。あ、なんですかその顔。社長に報告して契約解除にしちゃってもいいんですけど。すみません、やります。え、なに、やりたくないなら別に俺はやってもらわなくてもいいんですけどね。やらせてください、やりたいです。ああ、そこまで言うならやってもらいましょっか。じゃあ3ヶ月間密着取材させてもらいますね。はい、よろしくお願いします。こうしてわしは木下さんに渡されたリストの内容をすべてやることに。そして数日後。どうしてこんなことしたんですか。ストレス発散で。ストレス発散。何サトル。別に全裸で街走るとストレス発散になるならやろうとかなんて思ってないんだからね。真面目に引くわ。違います、やろうとなんてしてませんから。ただ最近ストレスがかなりあって、そういうストレス発散の方法もあるのかなと。ちょっとマキさん、離れていかないでくださいよ。とりあえずもういいわ。二度とこんなことはやらないように。おじいちゃんいい年なんだから。それで誰かに身元引き受け人になってほしいんだけど。おじいちゃん家族は。いません、一人です。経営者なんだっけ。それなら会社の人でも。いやそれは。恥ずかしいかもしれないけど身元引き受け人は必要なの。そこは我慢して呼んでちょうだい。それだけは勘弁してください。そう言われましても。1時間後。もういい加減諦めて。すみません、お時間取らせてしまって。そう思うなら身元引き受け人を誰か。あ、誰か来ました。僕対応してきますね。うん、お願い。おじいちゃん、そろそろ。やっほー。あ、レオンさん、どうしたんですか。マモルが迷子になっちゃって。どうせレオンくんが迷子になっちゃったんでしょ。いや、違うよ。ご飯買ってくるからここから動かないでって言われて、寂しくなってマモルを探しに行ったらいなかったんだ。やっぱりレオンくんが迷子になったんじゃない。あ、あれ、あ、ナイトは。え、レオンくんの知り合いなんですか。あ、そうだよ。お主、会いたかったよ。ずっとナイトのことを探してたんだよ。レオンくんの知り合いでよかった。よかったら身元引き受け人になってくれない。俺必殺仕事人にはなれないよ。人しか会ってないから。人しか。でもどうしてナイトがここにいるの。それは。い、言わないでください。言うしかないでしょ。実はね、このおじいちゃん街中を裸で走ってたの。へえ、
どうしてそんなことしたの？ストレス発散のためじゃ。わあ、なるほどね。俺も今度やってみよっと。そんなことしたら捕まえるからね。でもとりあえず分かったよ。俺が必殺仕事人になるね。助かったわ。身元引き受け人だけどね。いや、レオンになってもらうわけには。それだとずっとここにいてもらうことになるけど。じゃあ行こっか、ナイト。すまなかったな、レオン。こんな変態の引き受け人をさせてしまって。別にいいよ。俺はナイトと会いたかったし、それに弟の守もよく街中を裸で走ってるし大丈夫だよ。兄ちゃん、俺そんなことしないから。変なこと言わないでよ。あれ、そうだっけ。あれは夢で見たんだった。勝手に夢の中でおかしなことさせないで。というか守、どうしてここに？兄ちゃんを探してたんだよ。それで交番に行ったら今さっき出て行ったって聞いたから、近くを探してみたらいたんだ。兄ちゃん、そこにいてって言ったら今度から動かないでよ。そうだ、しげぞうさん聞きましたよ。どうしてあんなことをしたんですか？しげぞうさんはわけもなくそんなことする人には見えないんですけど。貴様にわしの何がわかるんだ。貴様はわしのことなんて何も知らないだろう。そんなことないよ。守はナイトのこと知ってるよ。いろいろ調べてたもん。いろいろ調べてた？そういえばなぜわしの名前を知ってる？レオンから聞いたのか？いや、兄ちゃんから聞いて知ってるんじゃなくて、いろいろあって俺たち本当にしげぞうさんのことは前から調べてたんですよ。だから兄ちゃんがあんなお願いをしたんです。あのふざけた願いか。どいつもこいつも死にかけの老人をおもちゃにしようって。おもちゃにしようとしてないよ。俺たち本当にナイトにお願いしたいんだ。はい、そうなんですよ。ならその願いとやらを受けようじゃないか。わあ、いいの？ああ、どうせおもちゃにしようとしてるだけ。そんな願い嘘だったと笑うんだろうがな。よし、じゃあ早速行きましょう。おい、めんどくせえ、行こっか。おい、どこに連れて行くんだ？1ヶ月後。ナイト、天国に行っちゃったね。本当にこれでよかったのかな？よかったんだと思うよ、兄ちゃん。俺もそう考えた時もあったけどさ、しげぞうさん、最後にああ言ってくれたじゃん。そういえば、詐欺宮工業の方が見えないね。しげぞうさんとは長い付き合いのはずなのに。それにこの前連絡した時は来るって言ってたんだけどな。もしかして時間間違えてるとか？ちょっと詐欺宮工業に電話してみるよ。あ、もしもし。はい、こちら詐欺宮工業の木下です。どのようなご用件でしょうか？俺はしげぞうさんの知り合いで、葬儀の喪主を務めさせていただく守って言います。今からしげぞうさんの葬儀を行うんですが、詐欺宮工業さんがいらっしゃってないようなので電話させていただいたんです。ああ、そんなの行きませんよ。はい？下請け社長の葬式なんて時間の無駄。行くのやめます。何をおっしゃってるんですか？御社の社長の葬式ですよ。何ですかその嘘。しげぞうさんは下請けの会社の社長ですから。下請けの会社の社長の葬儀に出るほどうちは暇じゃないんです。じゃあ、ちょっと待ってください。どうした？社長、今日あのしげぞうさんの葬儀なんですって。詐欺宮工業は来ないのかって連絡があったんです。行くわけないのにな。そうだ、それで思い出したぞ。ちょうどいいタイミングだし、木下くんが撮ってくれたしげぞうさんの動画をみんなで見ようじゃないか。社長、それいいですね。数時間後。お腹痛い。
もう一回、もう一回裸で街を走るところを再生してくれ。いや、下請けってのは本当に哀れだな。余命3ヶ月だっていうのに命令されたらこんなこともしなきゃだなんて。やめなよ。はい、何ですかあなたたちは。茂蔵さんがあんなことしたのはあなたたちのせいだったんですね。警備員さん、つまみ出してください。今せっかくいいところだったのに。いや、つまみ出すな。は？社長？この人たちは最近うちの会社の株を買い占めて会社の筆頭株主になった方たち、天下のうぐもりグループのうぐもり兄弟だ。あのうぐもりグループのうぐもり兄弟？社長の葬儀にも出ないなんてひどい社員たちだよね。はい？俺たち次の株主総会で茂蔵さんを社長にしようとしてたんです。腐っているこの会社を変えたくて。ただその前に茂蔵さんは天国に旅立っちゃいましたけど。なんですかそれ。なんであんな下請けの死にかけの老人を。俺たちうぐもりグループにとって必要な人材だったんだよ、ナイトは。短い間でも一緒に働きたかったんです。ナイトは俺たちの仲間。そんな仲間にこんなことさせたんだから覚悟してよね。うぐもりグループが全力であなたたちを潰しますから。あ、ちなみにこれ。なんですかこれ。このリストに書いてあることを全部やれば潰さないであげますよ。マグマの中でバタフライ、ミシン糸でバンジージャンプ。無理。その後詐欺宮工業はうぐもりグループの手によって潰されることに。それだけじゃなく、うぐもりグループのコネを使って詐欺宮工業の元社員は日本に居場所がなくなり、全員今は無人島まで追いやられ、そこで生活しているとか。悪いな、願いを聞くと言ったのに結局体力が持たなくて。ああ、少しだったけど一緒に働けて嬉しかったよ。でもどうしてわしなんかを社長に。社員思いで仕事が丁寧なとっても素敵な社長さんがいるって噂で聞いたんだよね。それで俺たち茂蔵さんのことをいろいろ調べたんです。調べれば調べるほど魅力的な方だと分かって、今度株主になった会社の社長になってもらいたいと思ったんですよね。そうだったのか。というか俺たちの方こそごめんなさい。余命3ヶ月だっていうのに無理をさせちゃって。いや、謝らないでくれ。本当に嬉しかったからな。嬉しかった？あの天下のうぐもりグループのうぐもり兄弟にわしが今までやってきたことが認められたんだぞ。仕事しかしてこなかった人生がやっと報われた。これで心残りなく天国へと旅立てる。あ、いや、心残りはあるか。二人ともっと一緒に働きたかったからな。何言ってるの？これからも一緒に働くじゃん。は？茂蔵さんの会社の元社員、うぐもりグループに入ったじゃないですか。あの人たちは茂蔵さんの魂を引き継いでます。これって茂蔵さんと一緒に働くってことじゃないですか？確かにそうかもな。ナイト、これからもよろしくね。茂蔵さん、これからも力を貸してください。そうだな、これからもよろしく頼む。ナイト。茂蔵さん、こうしてわしは一生を終えた。最後にレオンとマモルに会えて自分の人生は無駄じゃなかった、そう思えたよ。本当にありがとう、レオン、マモル。へえ、あなたこの会社が第一志望なんだ。うん、私なんかが入れるとは思ってないけど、最終面接まで残してもらえたからさ。
最後まで頑張りたいなって思ってるんだ。お互い最終面接頑張ろうね。そうね。水野さん、どうぞお入りください。はい。じゃあ私呼ばれたから行ってくるね。ええ、頑張って。ちょっと誰か来て。はい、どうかされましたか。って、え、いや、なんであなたがこちらに。ちょっと暇だからどんなやつが最終面接に残ってるのか見に来たのよ。はあ。ねえ、面接官に伝えてほしいんだけど。はい、わかりました。私は彩香、22歳。採用試験に受かり、春から幸せ工業という会社に入社する。そんな私にはこの世でどうしても許せない人間がいる。それが兄だ。ああ、負けた。嘘でしょ。いや、これでオセロ負けるの100回目だからね。兄ちゃん、よく毎回そのテンションを保てるね。だって勝てるって思ったんだもん。99回負けたんだよ。そしたら次くらい勝てるはずでしょ。兄ちゃんにしてはまともなこと言ってる。そうだね。100回連続でオセロに負けるなんて奇跡に近いもんね。俺別にオセロのプロじゃないし。まあでもそもそも兄ちゃんの生きてる日数イコールオセロに負けた回数ではあるんだけどね。嘘でしょ。俺生まれてから1回もオセロで勝ったことないのは。驚くのはこっちだよ。よくそれで毎回証拠りもなく挑んでくるね。ああ、うるさい。マッチョンブリケ。そんな言い方ないだろ。そこまでうるさくしてないじゃないか。確かにそこまでうるさくしてないかもしれない。でもね、あんたみたいな引きニートが騒いでることがムカつくの。お父さんにもお母さんにも心配かけてるのに、どんな面下げて騒いでるのよ。ごめん。謝ってる暇あるなら外に出て働きなさいよ。別に私はあんたの謝罪を聞きたいわけじゃないんだから。ヒロ、そんなに怒んないでよ。水島くんは勝ったんだから褒めてあげて。私はヒロじゃないし、私の兄は水野ですから。というか勝ったってオセロのことですよね。そんなことで褒めません。レオンさんが下手なだけなんですから。嘘、俺ってオセロ下手だったの。兄ちゃん、今更気づいたの。ああ、チャック。兄ちゃん、ショック。チャックは開いてるけど。ああ、茶会の窓が開いてる。兄ちゃんは千の利休なの。社会だよ。なるほど、社会って奥深いんだね、水島。今ので奥深さを感じたの。ああもう、いつもいつも平日の昼間からニートともで集まってくだらない話をして、それが一番ムカつくのよ。ごめん。謝ってる暇あるなら就活をしろっての。うん、俺でもしてるんだけどさ。嘘つくんじゃないわよ。ったく、本当にダメ兄貴。うわ。なんで兄ちゃんもショック受けてるのさ。俺も兄貴だから。それはそうだけどさ、あやかさん。いいんだよ、まもるくん。あやかの言う通りだから。水野さん。ご覧の通り、兄は引きこもりでニート。そのことでただでさえイライラしてるのに、最近はこうやって友達を連れ込んでいる。信じられないよね。私だったらそんなことできない。早く働いて、親孝行したいって思うもん。でも、もうあの兄には期待してないからいい。私がちゃんと働いて、あのダメ兄貴の分まで親孝行しよう。でもやっぱりイライラする。そうだ、あの人に愚痴ろっと。チャットのできるオンラインのオセロゲームがあるんだけど、そこで仲良くなったマモラブさんって人によくお兄ちゃんのことを愚痴ってるんだよね。オセロはめちゃくちゃ弱いけど、話を聞いてもらうととてもスッキリするんだ。そして1ヶ月後、今日は会社の入社式。行ってくるね。今日から社会人として頑張るから。初任給でご飯ご馳走するから楽しみにしててね。あー、うん、頑張って。って、なんだ、ダメ兄貴じゃない、お父さんかと思った。あんたなんかにおごらないからね。あんたは家畜の餌でも食ってればいいんだ。うん、分かってる。そもそも頑張ってって何よ。頑張らなきゃいけないのはあんたでしょ。そうだよね。ったく、少しぐらい言い返せっての。
妹にここまで言われて悔しくないの？まあそっか、悔しくないからいつまでもニートやってるんだもんね。じゃあ私は行く。あのさ彩香、話があるんだけど。私は今日から社会人で忙しいから、ニートのあんたの話を聞く暇なんてないの。彩香、せっかくの社会人生活の初日だっていうのに、兄貴のせいで最悪なスタートだ。兄貴のことなんか忘れよう。今日を楽しまないと。入社式の会場はここかな。あった、失礼します。こんにちは、彩香さん。あ、沙織さん。沙織さんも受かったんだね。よかった、これからよろしく。どうしたの？すごいな、彩香。ちゃんと大学に行って、大学を卒業してそのまま新卒で入社。俺とは大違いだ。自分が恥ずかしいよ。え？あれ？会社に行ったんじゃないの、彩香？どうして戻ってきたの？なんでもない。なんでもないって。いいから放っておいてよ！ごめん。彩香、背中に何かついてるよ。ん？ブスは入社服か？なんだこれ？誰に貼られたんだ？背中に貼られてたんだ。なんでもないから貸して。彩香、何があったんだよ、教えてくれよ。あんたなんかに言ってもしょうがないでしょ。ニートに行ったところで何も状況は変わらないのよ。そうかもしれないけど、もしかしたら力になれるかもしれないでしょ。彩香に俺と同じ思いをしてほしくないんだ。同じ思い？何を言ってるの。引きニートのあんたが私と同じ思いをするわけないじゃない。したんだよ。全く同じってわけじゃないけどさ、入社式で高卒なのをバカにされて、職場でも高卒だからって嫌がらせを受けてたんだ。それがきっかけで俺は精神の病気になって会社を辞めてこうなっちゃったんだよ。そうだったの？そんなことが。知らなかった。家族なのに。彩香に俺みたいになってほしくないんだ。一人で抱え込んだら俺みたいに精神の病気になって長い間苦しむことになる。大切な妹をそんな目に遭わせたくないんだよ。お願いだから話してくれないかな。うん、わかった。あのね、入社式の会場はここかな。あった、失礼します。こんにちは、彩香さん。あ、沙織さん。沙織さんも受かったんだね。よかった、これからよろしく。どうしたの？はい、これ。何この紙？ブスは入社服か？ええ。どういうこと？え？何？人間の言葉がわからないの？家畜みたいな見た目してるから？違うよ、意味はわかるけど、入社服かって、なんで同じ新入社員の沙織さんにそんなことを言われなきゃいけないの？あのね、そもそも私は同じ新入社員じゃないから。どういうこと？あのね、私は新入社員なんかじゃなく、この会社の社員なの。しかも社長令嬢。私のパパが幸せ工業の社長なのよね。社長令嬢？もう申し訳ありません。そうとは知らずに失礼な態度を。ううん、別にいいわよ。私は心が広いし、そもそもあなたはうちの社員じゃないから、かしこまらなくて全然大丈夫。うちの社員じゃない？それはどういう意味ですか？ブスは入社不可って紙を渡したでしょ。その言葉の通り、あなたは入社不可なの。いやでも採用だと電話が来たんですよ。ああ、あれは嘘。嘘？ええ、あなたが入社式でショックを受ける顔が見たくて。どうしてわざわざそんな嘘を？ムカついたからよ。私、最終面接の日に暇だから面接の待合室に遊びに行ったの。そしたらそこに醜いあなたがいた。あんたみたいに顔が醜い人間がうちの会社を受けに来るなんてありえない。うちの会社を舐めてるじゃない。だから社長令嬢である私が制裁を加えてやったのよ。ひどい。ひどすぎる。そんなことで。ひどいのはあなたの顔でしょ？ちょっと、泣くとブスな顔がますます醜くなるわよ。ほら、さっさと出て行きなさい。
最高最高ね、ブスの泣き顔って。お嬢様のやつまたやってるのか。そうみたいだ。自分より可愛い子が入ろうとするといつもああやって嫌がらせするんだよな。なんか言った？なんでもありません。そうならいいけど。ってことがあったんだ。そうか。お兄ちゃんのことをバカにしてた罰が当たったんだよね、きっと。自業自得だよ。別にお前は俺のことをバカにしてたわけじゃないだろ。え？それより幸せ工業には俺がきついお灸を据えてやる。このままになんて絶対しないから。きついお灸を据える？一体何をするつもり？ちょっと待っててくれ。もしもし社長、90億円の契約はキャンセルにしてもらっていいかな？うん、ごめん、せっかく俺のためにやってくれたのに。じゃあまた後で。社長って一体誰に電話したの？お兄ちゃん。それはな。ええあのブスを追い返したことで、これからも私がこの会社でナンバーワンの美女。鏡よ鏡よ鏡さん、この幸せ工業で一番可愛いのは誰？もちろんわ。サオリ、ちょっとパパ邪魔しないでよ。いいところだったんだから。それどころじゃないんだ。お前うぐもりグループを怒らせるようなことをしたか？え？うぐもりグループって、あのうぐもり兄弟が経営する天下のうぐもりグループ？そうだ。うぐもりグループを怒らせるようなことなんてするわけないでしょ。そんなことしたら命がいくらあっても足りないじゃない。ならどうしてうぐもりグループが決まりかけていたうちとの90億円の取引をキャンセルしてきたんだよ。先方は沙織のような人間のいる会社とは取引できないと言ってきてるんだぞ。お前がなんかしたんだろう。知らないって。本当に知らないじゃなくて思い出せ。思い出せと言われても全く心当たりがないし。誰かに恨みを買うようなことをしなかったか？いや、そんなことしてないって。私がするわけないでしょ。もしかして。あ、どうした？さっきお嬢様がブスは入社不可って追い返した女性がうぐもりグループの関係者だったとか。そんなことしたのか？パパも知ってるでしょ、私がそういうことしてるの。いつものあれをやっただけよ。それにあんなブスがうぐもりグループの関係者のわけ。失礼します。なんだ君は。今取り込み中なんだ。私うぐもりグループの水野と申します。契約キャンセルの書類を届けに参りました。うぐもりグループの人間？なあどうしてなんだ、教えてくれ。どうしてうちとの90億円の契約を急にキャンセルに？うちの娘が何をしたって言うんだ？私何もしてないでしょ。うぐもりグループの人と関わったことなんてないもん。ねえ、何か間違えてるわよ。間違えてなんていません。水野どこかで聞いたことあるような。社長、お嬢様が追い返した女性の名字が水野でした。まさか。沙織さん、私の妹が大変お世話になりました。嘘。うぐもりグループの社員の妹だったの、あいつ。申し訳なかった。許してくれ、頼む。うぐもりグループの関係者だとは知らなかったの。ねえ、お願いだから許して。うぐもりグループの関係者だろうとなかろうと、新入社員にそんな仕打ちをする人間のいる会社とは取引をしない。それがうぐもりグループとしての答えです。そんな。うぐもりグループに嫌われたら他の会社もきっとうちから手を引く。そうなったらうちの会社はおしまいだ。そしたらキャバクラも行けなくなる。パパ活もできない。やばい。会社が潰れたら贅沢できなくなっちゃう。ブランド品のお化粧品もブランドのバッグも買えなくなる。そんなのやだ。自分たちのことばっかり。ああ、この会社も終わりか。転職活動しねえとな。その後、幸せ工業はうぐもりグループとの契約がなくなったことで信用がなくなり、他の会社まで契約をやめ、経営が傾き倒産することになった。社長と沙織さんはそうなっても生活水準を落とすことができず借金まみれになり、
今2人で三畳一間の風呂なしのボロアパートで貧しい暮らしをしているそうだ。まさかお兄ちゃんがうぐもりグループの社員になってたとはね。社員になったのは彩香の入社式の日だったんだけどね。レオンとマモルは高校の後輩でさ、俺のことずっと心配してくれてて、一緒に働かないかって言ってくれたんだ。病気のこともあって長い間答えを出せなかったんだけど、二人は何も言わずただ一緒に遊んで、俺が回復するのを待っててくれたんだよね。そうだったんだ。それでさ、彩香も就職することだし、俺も踏ん切りをつけようと思って、彩香の入社式の日に就職することを決めたんだ。あの日の朝、彩香にそれを伝えようとしてたんだよ。そっか、ごめんね、あの日お兄ちゃんの話を聞かなくて。うん、気にしてないから大丈夫だよ。お兄ちゃん、今まで本当にごめん、そしてありがとう。お兄ちゃんの会社の社長レオンさんから聞いたよ。お兄ちゃん、レオンさんに入社祝いに何が欲しいって聞かれて、何もいらないから私が会社で働きやすいようにして欲しいって言ってくれたんだよね。だから90億円なんて契約うぐもりグループがしようとしてたんでしょ。レオンに言うなって言ったのに。でもどうしてこんなことしてくれたの。前も言ったけど、私ずっとお兄ちゃんのことをバカにしてたじゃない。あんなひどい扱いしてたのにどうして。知ってたから。本当は彩香が俺に期待してくれてること。え、期待してることを知ってた。どういうこと。私別に誰にもそんなことは。お兄ちゃんは本当はできる人、昔のかっこいいお兄ちゃんに戻ってほしい、いつかは戻ってくれると信じてる、そう言ってたんじゃないの。いや言ってない。言った。オセロのオンラインゲームでマモラブさんに言った。え、もしかしてマモラブさんってお兄ちゃんだったの。いや違うよ。いや嘘でしょ。絶対にお兄ちゃんでしょ。そうじゃなきゃ知るわけないもん。お兄ちゃん正直に言って。本当に俺じゃないって。じゃあ誰が。ただいま。兄ちゃんちょっと。あ、そうだよね、外から帰ってきたらまず手を洗わないとだよね。ごめん。違う兄ちゃん、それも大切だけどまずお邪魔しますなの。人の家だから。そしてまずインターホンを鳴らさなきゃいけないの。いろいろ間違ってるんだよ。レオンさん。あ、やっほー水島くん、ヒロ。だから彩香です。すみません勝手に上がっちゃって。まったくレオンは。でもちょうどいいところに来た。マモラブはそこにいるよ。え、マモラブ。あ、マモレのマモ。つまりマモルさんがマモラブさん。え、何の話。マモルさんがあのマモラブさんなんですよね。いやよくわからないんだけど。なんでそんな嘘つくんですか。嘘じゃなくて本当にマモルさんは何のことか分かってないんだよ。え、マモルさんは何のことか分かってない。そんなことないでしょ。だってマモルさんがマモラブなんだから。おー、マモラブは俺だよ。え、レオンさんがマモラブ。おー、あのね、どうしても水島くんにオセロを勝ちたくて、強くなるために練習したいって言ったら、水島くんがインターネットでやる方法を教えてくれたんだ。それでたまたま彩香とマッチングしたってわけ。そうだったんだ。でもさすが兄弟だよね。ヒロもとっても強い。俺一回も勝てなかったもん。兄ちゃん誰にも勝ったことないでしょ。でもどうしてマモラブ。それはね、マモル大好きって名前にしようとしたら、水島くんにさすがに安直すぎじゃって言われたから、マモルラブ、略してマモラブにしたの。兄ちゃん安直というか、そんな名前やめてよ、恥ずかしいじゃん。マモルのこと好きなんだからいいでしょ。マモルは俺のこと好きじゃないの。あ、いやそりゃ好きだけど。じゃあマモルの名前もレオン大好きにしてあげる。携帯貸して。え、あー、俺の LINE のアカウント名がレオン大好きになってる。あれ変えられない。どうして。こんな時に限って不具合。うわー、
たくさん笑って LINE が来る。よかったね、マモル。よくないよ。うその後、私はうぐもりグループに誘ってもらい、今はお兄ちゃんと一緒にうぐもりグループで頑張ってる。お兄ちゃんバリバリ働いてて、今は昔みたいにかっこいいお兄ちゃんだ。こんなお兄ちゃんに戻してくれたうぐもり兄弟に感謝しないとな。恩返しのためにもこれから仕事を頑張ろう。呼んだはいいけどよ、やっぱりお前場違いすぎて浮いてるから帰れ。ここはお前みたいな下級国民が来る場所じゃないや。そうそう、帰ってちょうだい。せっかく来たのにそんな風に言うなんてひどいよ。ご祝儀は返してやるからさ。ほら拾えよ貧乏に。俺たちにとって3万円ははした金だが、お前にとっては大金だろ。ぷぷぷ、貧乏人って3万円ポッチで必死になれなきゃいけないとかかわいそう。すごい、本当にすごいわ。さすが国会議員、こんな大物政治家たちを結婚式に呼べちゃうなんて。それほどでもあるな。ん？あれ？どうしたんだ？ちょっとちょっと、間違えてるよ。私が気づかなかったら危なかったって。招待客の一覧の中にあなたの妹のはるかちゃんがいるじゃん。はるかちゃんは私たちの結婚式にはふさわしくないから呼ばないって話だったでしょ。ほら、高卒なんかが来たら結婚式の格が下がっちゃうからって。ああ、間違いじゃなくてあえて呼ぶことにしたんだよ。あえて呼ぶ？どうして？高学歴ばかりじゃ息が詰まるだろ。だからはるかを呼ぶことにしたんだよ。バカにしやすい人間がいるといいと思ってな。なるほど、いいんじゃない、それ大賛成。わかりやすくバカにできるやつがいた方がいいわよね。会話の息抜きにバカにしに行くとかいいと思う。タバコ休憩的な。そうそう、そんな感じ。はぁ、憂鬱だな。どうしたんだ？ああ、いや、なんでもないよ。そうか。私ははるか。今日はお兄ちゃんの結婚式なんだけど、結婚式に行くのが本当に憂鬱。私のお兄ちゃんは私と違って昔から優秀で、今は国会議員。そんなお兄ちゃんに私はずっと見下されてきた。お前は取り違えられた子だ、一家の恥だ、言われた悪口はたくさんある。そんなお兄ちゃんの結婚式、絶対に行ったら悪口を言われる。でも妹が行かないわけにはいかないんだ。夫の翔平にも変に思われちゃうだろうし。ああ、本当に大丈夫か？ああ、うん、ごめん、大丈夫。おお、わっしょいだ、わっしょい。え、わっしょい？お祭り？何おかしなこと言ってるの？わっしょいだよ。え？兄ちゃん、おかしなこと言ってると思われるのは兄ちゃんの方だと思うよ。ごめんなさい、兄ちゃん和田翔平さんのことをわっしょいって呼ぶんですよね。そう、そうなんですね。でも、あぐーだね、こんなところで会うなんて。兄ちゃん、奇遇ね。あぐーは沖縄の豚。よく僕だと分かったね。確かにいつもと雰囲気が違うから俺は分からなかったよ。分かるよ、わっしょいの周りはわっしょいわっしょいってしてるから。何それ。でもレオン君たちも結婚式に招待されてたんだね。新郎が義理の弟なんだよ。なるほど、そういうことだったんですね。今日はよろしく。おう、こちらこそ。じゃあまたね、わっしょい。あの人たちは？ああ、ちょっとした知り合いなんだ、仕事関係の。そう、翔平清掃会社で長年働いてるから顔が広いんだろうな。ちょっとトイレに行ってくる。あ、うん、行ってらっしゃい。いた、いたわよマサ。本当だ。
来てたのか。あ、お姉ちゃん、サキさん、おめでとうご。そんなことより、よくこの場に来れたわね。え？恥ずかしくないの？こんな政治家だらけで高学歴の人間しかいない場に、あなたみたいな高卒が来るなんて、私だったら絶対に来れない。こいつ昔から空気が読めなかったからな。本当に終わってんだよ。招待してもらったし、身内ですから。だから来たくなかったんだけどな。で、帰れよ。え？帰る？ああ、貧乏人は帰る。下級国民は呼んでないんだよ。いや、お兄ちゃんが招待状をくれて招待してくれたんじゃない。ああ、そうだったっけか。ああ、そっか、出したっけ。高学歴ばかりじゃ息が詰まる。バカにしやすい人間がいるといいと思って、お前を呼んだんだったな。何それ、そんなことのために呼んだの？ああ、そうだ。そんなことでもないとあんたなんか呼ばないっての。なんでそれがわからないの？呼んだはいいけどよ。やっぱりお前、場違いすぎて浮いてるから帰れ。ここはお前みたいな下級国民が来る場所じゃないや。そうそう、帰ってちょうだい。せっかく来たのにそんな風に言うなんてひどいよ。ご祝儀は返してやるからさ。ほら拾えよ貧乏に。俺たちにとって3万円ははした金だが、お前にとっては大金だろ。プ、貧乏人って3万円ポッチで必死にならなきゃいけないとかかわいそう。なんで来たくない結婚式に来てこんな目に遭わないといけないんだろう。もういいや。うん、帰ろう。あ、翔平。聞いてたよ。こんな下級国民と結婚したアホな男が登場したわ。いやー、それはしょうがないだろう。だってこいつも下級国民じゃんか。こいつの職業知ってるか？え？なになに？知らないけど。清掃会社に勤めてるんだってさ。終わってるのね。底辺すぎる。私のことはバカにしていいけど、翔平のことをバカにするのはやめて。何が翔平のことはバカにするのはやめてだよ。下級国民のくせに上級国民である私たちに口答えするんじゃないわよ。上級国民と下級国民の違いは何なんだ？そんなのもわからないのか？まあ、清掃会社に勤めてるようなアホじゃしょうがないよな。特別に教えてやるよ。上級国民っていうのはな、俺みたいな国会議員などの政治家、そして医者、大企業の社長、弁護士など限られた人間のこと。そして下級国民は清掃員や介護職、行員、タクシーやバスの運転手なんかのいくらでも代わりの利く人間たちのことだよ。お前らみたいなな。なるほど、そういうことなのか。ええ、そうよ。勘違いも甚だしい。なんだと？君たちが下級国民だと見下す人々がいるから社会は回ってるんだ。清掃員や介護職、行員、タクシーやバスの運転手の皆さんは日本にいなくてはならない存在。日本を支えてくれている。君たちみたいな人間が国会議員をやっているから、そんな人たちの待遇が良くならない。だからなり手がいなくなってしまう。そして結局は日本国民が困る事態になってしまうんだ。本当に君たちは愚か者だな。なんですって？私たちは上級国民なのよ。あんたみたいな下級国民が私たちに愚か者ですって？愚か者はあなたでしょ。さっきの言う通りだ。もういい。さっさと下級国民は消えろ。そうよ、目障りよ。もう行こう、翔平。ああ、そうだね。全員帰ろう。は？全員？何言ってるの？帰るのはあなたたちだけよ。めんどくせえ。行こっか。そうだね、兄ちゃん。あなたたちは
天下のうぐもりグループのうぐもり兄弟。ちょっと待ってください。どうして帰ろうとしてるんですか。うぐもりグループ、私でも名前を聞いたことがある。うぐもりグループの経営者のうぐもり兄弟、そんなすごい人たちだったんだ。でも翔平、どうしてそんなすごい人たちと知り合いなんだろう。どうしてって、わっしょいが帰ろうって言ったから。今の話聞こえてましたしね。いやいや、こいつが帰ろうって言ってなんで帰るんですか。こいつは清掃員でただの下級国民ですよ。なんで下級国民の言うことなんか。まあ、そうそう、掃除大臣なんだよね、わっしょいは。でも掃除大臣は下級国民なんかじゃないよ。まず下級国民なんていないと思うし。何よ、掃除大臣って意味がわからない。兄ちゃん、掃除大臣じゃなくて総理大臣ね。は？誰が？翔平さんがですよ。こいつが総理大臣？そんなわけないですよ。高卒の俺の妹なんかを嫁にもらってるこいつが総理大臣なわけないじゃないですか。いや、面白いこと言ってくれますね。うぐもり兄弟ってジョークも面白いんですね。そうですよ。翔平は清掃員。いや、僕は総理大臣だよ。え？おいおい、お前まで何言ってるんだよ。頭おかしくなったの？いや、もともとおかしいのか。清掃員なんてやってる人間だもんね。信じてもらわなくてもいいけど。さあ、みんな行こう。全員ついていってる。ちょっと、なんでついていこうとしてるんです。皆さん待ってください。あれ、なんかはるかちゃんの旦那の顔が変わってない？この顔、本当に内閣総理大臣早見総理。どうして、変装していたんだよ。うぐもり兄弟にはバレてしまったけどね。義理の弟として結婚式に参加したいと思っていたから。これで分かったろ、僕が内閣総理大臣ってこと。嘘、翔平が総理大臣だったなんて。気づいてなかったんですか。普段テレビ見たり新聞読んだりしないから。なるほど。今日変装してたのはおかしいと思わなかったんですか。いや、結婚式のためにメイクしてるだけかと。なるほど。最後に一ついいですか。どうして清掃員だと。仕事を聞いた時、掃除大臣って聞こえて清掃員だと思ったんです。まさか総理大臣だなんて。兄ちゃんと同じ匂いがする。すみませんでした、早見総理。数々の無礼謝ります。許してください。謝るなら僕にではなく、君が下級国民だと蔑んだ遥や清掃員や介護職、行員、タクシーやバスの運転手の皆さんにだ。そして僕は絶対に許さない。この人たちを蔑んだことを。お兄さんには大臣という重要なポストについていただいていましたが、あなたみたいな人間を大臣にしておくわけにはいかない。即刻罷免する。そんな、それだけは勘弁してください。早見総理、早見総理。でも義理の兄弟が総理ってことに気づいても良さそうですけどね。お兄ちゃんは私のことを本当に嫌っていて興味もなかったから。それじゃあ行くよ。待ってください、お願いです。こうして私たちは結婚式場から去り、残ったのはお兄ちゃんたちとスタッフさんだけ。結婚式はもちろんそこで中止になったそうだ。翔平さん、本当に総理大臣なんですよね。ああ、もう総理大臣。ああ、やっぱりそっち。兄ちゃん、ややこしくなるからお口ミッフィー。でも総理大臣じゃん。わっしょいは言ってたよ、自分が日本を掃除してきれいにしたいって。
自分の利益しか考えない政治家を国会から追い出して、税金もうんと安くして、みんなが安心して明るい未来を思い描いて生きることのできる国にしたいって。そうだね、そういう意味で清掃員なのかもしれない。誰に嫌われようと、命を狙われようと、僕はそれをやり遂げるつもりだから。ワッショイのことは俺たちが守るよ。はい、あなたは日本の宝です。あなたならこの国を変えられます。国民は全員期待してるんです。誰にも手出しはさせません。すごい、そんなこと考えてるんだね。でもどうして？ん？何が？そんなすごい人なのにどうして私なんかと結婚してくれたの？私高卒だし、少し抜けてるところあるし。少しかな。え？あ、いや、なんでもないです。ああ、それはね、僕が初めて君を見た時に一目惚れしたんだよ。初めて見た時って、初めて会ったあの時？私があなたのスーツケースを間違えて持っていこうとして、あなたが焦って追いかけてきた。やっぱり少しじゃないでしょう。ううん、実はそれよりもっと前に会ってるんだよ。君は覚えてないかもだけど。え？うれうれ、金出せってな。このお金だけはダメなんです。息子の誕生日プレゼントを買うお金。何がプレゼントを買う金だよ。財布から手を離さねえってなら、その手がどうなっても知らねえぞ。ああ、やってやる。となんだお前、警察だ、おまわりさんだぞ。絶対に嘘だろ。嘘じゃないですから。大根両手に持った警官なんているわけないだろ。これは重い荷物持ったおばあちゃんを手伝ったらお礼にもらっただけで、私は本当におまわりさんなんです。そういや、こいつ近所のパン屋で働いてるとこ見たことあるぞ。ああ、カレーパンいつも買ってくれるお客さんじゃないですか。毎度ありがとうございます。やっぱり警官って嘘じゃねえか。やば、舐めやがって。舐めてないです。というか舐めないです。お兄さんたちまずそうだし。やっぱり舐めてるな。だから本当に舐めてないですって。おい、こいつからやっちまおうぜ。ああ、そうだな。で、あのおっさんがいない？私が逃げるように言って逃がしたんです。お前、とことんふざけたやつだな。こいつから金を奪うぞ。ああ。やば。逃げろ。待ちやがれ。待つのは君たちだよ。はあ？数分後。おまわりさん、あそこです。え、伸びてる？あの女の子がやった？ああ、そういえばそんなことあった。その姿を遠くから見ててね。一目惚れしたし、勇気づけられたんだ。あの時、僕の周りには私利私欲にまみれた政治家しかいなくて、僕は孤立無援だったんだ。自分の信念を貫き通すことを諦めかけていたんだ。でも君が弱くても人を助けようと立ち向かう姿を見て、もう少し頑張ってみようと思って今があるんだ。そこで諦めなかったおかげで、レオン君や守君、その他の味方のみんなと会えたんだよ。そうだったんだね。なるほど、いい話だね。うん、いい話だけど、やっぱり抜けてるのはちょっとじゃなさそう。その後、翔平は宣言通りお兄ちゃんを罷免し、お兄ちゃんは政界から消えた。噂だと、うぐもりグループが裏で手を回してお兄ちゃんの居場所を奪ったみたい。お兄ちゃんみたいな国会議員がいなくなって、これでまた少し翔平の描く日本に近づいたかな。どうして、どうしてだよ。
上級国民である俺がどうして白米と梅干しが夕飯なんだよ。私だって国会議員と結婚して上級国民になったっていうのに、ブランドバッグは全部売る羽目になって、今はビニール袋を持って出かけてるくらいよ。こんなことになったのもあの早見総理と遥のせいだ。ええ、そうよ。あいつらがいなかったら私たちは今も上級国民の暮らしができていた。早見のことを消そう。え？そうすればまたきっと国会議員に戻れる。そうね、そうよね。でも早見総理の周りにはボディーガードがいるし。俺に考えがある。うんしょ、うんしょ。あ、おばあちゃん持ちますよ。ありがとう。って、おい！あ、どうかしましたか？私ごと持つ必要はないんだよ。荷物だけ持っておくれ。なるほど、新しい考え方ですね。新しくない、あんたの持ち方が斬新すぎるんだよ。とりあえず持ちますね。よいしょ。よいしょ。ええ、ああ、あれ、いなくなった。ここは。やっと来たか。久しぶり、はるかちゃん。お兄ちゃんたち、何？どういうこと？お前のことをさらったんだよ。そうそう、あなたを人質にして早見総理を呼び出すためにね。え？早見総理にはボディーガードを置いて一人で来いと言ってる。そしてここに来たら早見総理とあなたを消しちゃうの。そうすれば俺が国会議員に返り咲くことができる。俺が上級国民に戻るためにお前らには犠牲になってもらうぞ。お前らのせいで俺は都落ちしたんだぜ。しょうがないよな。何考えてるの？こんなことして国会議員に戻れるわけないでしょ。戻れるんだよ、邪魔者さえいなくなればな。とりあえずお前らには消えてもらう。地獄に落ちてもらうわよ。地獄に落ちるのは君たちだよ。来たな、早見総理。翔平、ダメ、帰って。この人たち、あなたのことを消す気なの。あなたが死んだら日本は。返すわけないでしょ。さあ、死んでちょうだい、早見総理。俺たちのためにな。逃げて、逃げて、翔平。逃げるわけにはいかないよ。国民と同じように君のことは大切なんだから。いや、正直国民より君が大切だしね。そんなの聞かれたら怒られちゃうだろうけど。いいから逃げて、お願い。さあ、ショータイムの時間だ。抵抗しなければ楽に行かせてあげるわよ。よし。え？嘘、そんなに強かったの、翔平。一応武術はかじってるから、君が無事でよかった。あ、ありがとう、翔平。助けに来てくれてありがとう、翔平。俺たちの出番はなかったみたいだね、兄ちゃん。俺たちは行こっか。めんどくせえ、行こっか。こうしてお兄ちゃんたちは警察に捕まり、刑務所行きに。総理を狙った犯行ということで、かなりの長い期間刑務所に入ることになった。本当に翔平が無事でよかった。これから翔平はレオンさんたちと一緒に日本を変えていくのだろう。私にできることは少ないかもしれないけど、また何か困難が立ちはだかった時、そばで支えてあげたいな。